世の中決めろ決めたら迷うな。今日もね、質問いただいてるのでお答えしたいなと思います。本社ほどの規模ではありませんが、毎年新入社員を迎えて事業拡大を目指しています。そんな中でみんな同じように研修や指導を行っても飲み込みの早いものもいれば遅いものもいまして、頭を悩ませることがあります。このような状況の時に社長でしたらどうお考えになり、どう対応されますか？まだ若い経営者さんなんですけど、店舗展開していくのに毎年新人を入れていてね、新人研修されてるんですけど、飲み込み早い人、早く成長する人、そうじゃない人がばらつきがあって、どうしたらいいんだろうっていうことだと思います。順番も経験してますけどね、すごく飲み込みよくてね、どんどん成長していく人、何度教えてもね、同じところでね、つまずく人、つまり覚えがあんまり早くないよねって思う人もいます。だけどこの積み重ねていくとね、その時優秀だなって思ってる人が必ずしもね、その後伸び続けるかどうかっていうことはまた別の話でね、中には油断してね、自分はすごいんだと思ってあるところに行ってね、そこで止まってしまう、こう止まってしまうことに対してね、ある意味自分が超えてきたことに対するプライドあるから、そこで逆に挫折する人もいます。逆にね、自分はね、伸びない、ちょっと人よりね覚え遅いなって思っている人がいてね、だから人の2倍3倍努力するんだっていう風にね考える人も中にはいるんだよね。そういう人ってどうしたら上手くなるんだ、どうしたら今よりも前に進めるんだっていうことを考えるからね、こうしたらこうなるんだ、こうするとうまくいくんだ、ここを気をつけないと失敗するんだっていうことはね、考えの中に理論として整理整頓していく。自分が悩み苦しみ編み出した理論をね、次の人に伝える能力がつくんだよね。だから今覚えない人が足らないとかっていうことなくて、貫いてこの道をね進み続けるのか、どこかで諦めて挫折するのかっていうのはね、最後はそれぞれ本人が決めることだから、能力ある人たちに油断させないようにね、逆にそうでもない人たちに諦めさせないようにね、しないといけないなと、こちらがね心に刻んでいかないと、その時々で評価しないってことが大事だと思うし、それ以前にね、我々教育する立場の人間は今伝えてること、技術だけじゃなくて考え方だったりね、会社の方向性だったり理想、つまり理念というものにね迷いがないのかとか、何かしら自分の心に照らし合わせてね、問題ないのか、これ伝え続けて大丈夫かということを自分自身が確認する、その上で将来ある若い人たちに自分の思いをぶつけ続けて、答えはそれぞれが自分で出すんだっていうことになるんで、そのあたりのね迷いだったり、指導する側のおごりだったり、油断をしなくてね、真剣に育てることが大事かなと思います。これからも頑張ってね、この業界を良くするためにね、優秀なね、最終的にねお客様に喜んでいただく、多くの人を育てることができる、そういう人材をねお互いにね育ててまいりましょう。どうでしょうか。やるなら決めろ、決めたら迷うな。